皆さんこんにちは。鉄棒フリースタイルフットボーラーのぶです。さあ、今日はですね894日目ということでネックロール連続10回挑戦、今日もやっていきたいと思います。前回ですね、最高記録、最高というか前回5回行くことができました。で相対的に、2回とか3回とかできるようになってきています。そしてコンディションも良かったはずなんですが、寝不足6時間ちょっとか、そして、睡眠中に、足がつるという事態が起きました。なんとかね頑張っていきたいと思います。そんな状態でもね、ちょっと頑張っていければいいなと思っています。はい、今日も、5回、いや6回かな、いけるぐらいに6回目指していっていきたいと思います。はい、ということでちょっと水平になったね。はい、では行きたいと思います。
しよう。いや、待ってください。いや、ちょっと失礼しますね、今。何分か。ちょっと目覚ましを設定してもいいですか？はい。すいませんね。その前にやれよって感じなんですけど。はい。28分にしようかな。はい。はい、すいませんでした。ちょっと、小休止、30秒、休憩します。いや。上半身が上半身低く、そこね、強烈なかけるのが遅いよ。できた。ただ上半身がまだ高い。もうちょっといけるね。低くすれば上げるタイミングはバッツOK でした。OK。いや。ノブバテてんじゃねえよ、マジで。バテるんじゃねえ。やれ。あれ。遅っ。ボール上げるの遅いよ。
OK。 よっしゃ、ということで、時間です。いや、ちょっと座ってもいいでしょうか。いや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 、あ、でも今日は最高4回でしたね。はい、いや、でもいいんじゃないでしょうか。やっぱこうあれですね、そんなにやっぱりこう上げないっていうかね、そんなに上げずに、やる。でキャッチを早くするっていう心がけをして、で、ボールを上げるタイミングですよね。そこですよね。やっぱ 遅すぎることが何回かあったんですけど、ね、やっぱりそうするとタイミング遅いとやっぱり失敗してしまうと、いうことで、やっぱりボールを上げるタイミングがやっぱなんだろう、もう7割くらいなのかなって思いますね。結構重要ですよね。うん、そこをちょっと、まあ、意識しながらやっていきたいと思いますが、相対的にはまあね、昨日も5回で、あ、昨日5回、前回5回で今日は4回だったんで、いや、いいんじゃないでしょうかね。全体的にレベルアップしていって出ますので、良かったかなと思います。はい、さあということで、いかがだったでしょうか、ね、まだまだ継続できるように、ね、頑張っていきたいと思いますし、もうすぐちょっと夏休みをいただきたいと思います。はい、ちょっとまだね、未定なんですけども、夏休みをいただきたいと思いますので、ちょっとね、配信は時々ちょっとお休みをしたいと思います。はい。まあ、多分、長くて10日、10日前後ですかね、大体。ちょっと休みに入りたいと思います。でも、まだ、次もね、やっていきたいと思うので、それまでに頑張っていきたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは、ありがとうございました。失礼します。良い一日をお過ごしください。